今回の機密保護法の制定に反対する立場からの声明団の研究者たちが取り組んできました。まあ、一つは先ほど私も関わっています憲法メディア法の研究者の反対の声明、それからもう一つは刑事法研究者も同じくそのような声明の取り組みと準備をされていました。ので、両方取り組んできてですね、別々にということではなくて、一緒に連携して、記者会見をやろうという、そういうことになって、まあ、今日の会が、できたということです。時間的にはですね、一応案内では11時半から1時半という予定ですけれども、まあ、この種の、企画で2時間やるというのはめったにないので、目いっぱいの枠はそのぐらいにしてという趣旨ですので、まあ、大体1時ぐらいまでをめどにというふうに考えております。で前半はですね、我々の声明、これに取り組んだ研究者からの発言ということを中心にして、行いたいというふうに思います。でもしかすると今日ただ特別委員会がですね開催されていますし、お昼にも委員会もあると聞いてますので、なかなか国会議員の方々は来るのは難しいのかもしれませんけれども、特に、反対の立場から取り組んでこられた超党派の、議員会というのもありますので、ね、一応ご連絡はしておりますので、適宜もし見えられるようでしたら短い発言を挟みながらという形にしたいと思います。それから我々の方もですね、早めにご退席をされた、される研究者の方々もおられますし、それからまだ来てないんですが、もうちょっと後で参加されるという方もおられますので、随意あまり形式的にではなくて、臨機応変にやっていくということで、進めさせていただければというふうに思います。で後半はですね、せっかく研究者の方がこれだけ見えているわけですので、記者からもあるいは今日参加された市民の皆さん、質問等があればもちろん意見交換できると思いますので、後半はそういうようなこともやりたいというふうに思います。海藤先生見えましたので、大体ほぼ今日、参加される方が皆さんそういうふうに思います。さてそれで、これから順次お話を皆さんにお伝えしたいと思いますけれども、研究者がですね、その研究者の立場から専門家の立場からものを言う、意見を言うと、いうことをこれまでなかったわけではもちろんありません。やはり研究者は研究者としての持ち場で、この法案の問題点、論点、それを問うているというのは、我々の社会的な責任の一つかなというふうに思います。今2つの領域でというふうに言いましたけれども、実は私もちょっと関わっているんですが、言論表現関係者の法案に対する反対声明というのも今準備をしつつあります。ので、研究者もそういう立場からものを言うというそういう会だということだと思います。それでご承知のように当初、この法案というのはどういうものかというのはなかなか分かりづらいということもあったのかもしれませんけれども、一般的に国家秘密大事なんじゃないでしょうかみたいな、そういう形の世論調査みたいなものがいつかあって、かなり半数以上の方がですね賛成だっていうような
という世論調査もあったように記憶しています。けれどもこの間、いろんなメディアの報道も含めてですね、あるいは市民のいろんな発信、抗議等もあって、やっぱり世論状況は変化してきたのかなというふうに思います。東京新聞が今日一面で共同通信、共同通信ですね、そこが行った世論調査を紙面で扱っております。慎重審議82%、半数以上が反対、賛成する人たちは30%、だいぶ世論状況、市民が情報を知れば知るほど、いろいろな立場から疑問なりですね、あるいは批判なりというものが起こってきたのかなというふうに考えております。ただ私が知るところではですね、今の状況を簡単に言いますけれども、どうも特別委員会で、国家安全保障に関する特別委員会、今NSC 設置法案のもう審議に入ったところですけれども、こちらの法案、我々の問題にしている法案もですね、予定では来月1日に、委員会を開く、それで、5日から15日まで特別委員会の審議、で、15日に委員会採決、衆議院本会議採決、参議院総会、こういう進める側のですね、人たちのプランでは、こういうかなり早く、制定を進めるという、そういうことが、伝えられております。ので、やはり世論状況の変化にもかかわらず、法案の制定というのは、かなり、緊迫をしている事態だというふうに考えております。そういう中で東京の我々の社会ということになります。今日いろんな立場から皆さんご意見を出していただいてですね、さらにこの法案がどういう問題かということがよりクリアになり、問題点が多いとすればこの法案をですね、やはり反対しなければいけないという、そういう世論にさらに強く変えていって、制定をさせないという方向に、我々としては持っていければというふうに、考えております。それではですね、それぞれいろんな立場からのご発言をお願いしますが、まず刑事法の方の村井先生の方から、刑事法の声明に関わらせてご発言をお願いします。刑事法研究者の村井です。現職は大阪民大学です、一橋大学です。今田中さんから刑事法の声明を先に、声明関係で発言しようということですが、刑事法関係は、実は非常に早く、比較的早く、非常に早くというか、比較的早くからこの反対声明の取りまとめに関わってきます。で、反対声明の草稿を作った段階で、記者会見をしようというように、計画したんですけども、やっぱり憲法関係、なんといっても憲法問題も、憲法関係の研究者、憲法研究者の発言と合わせて共同での記者会見があった方がいいだろうというので、田島さんの方に働きかけて、ともかく憲法関係、反対声明を作成するようネジを巻いてほしいというようなことを言った経緯があるので、むしろ企業研究者などの方がそういう意味では取り組みが早かった。今見ましたように何といってもこれは憲法問題です。もちろん刑事法の立場からの発言はいたしますけれども、憲法問題で、
で、我々の声明、非常に一大論文になっています。まあ、用紙を合わせてお配りしたんですけども、用紙の方は刑事法の専門的な立場からということですが、全体的なその声明それ自体は、非常に広範に議論を立てておりますので、読むのが大変だと思います。で、特色を言いますと、憲法関係者も言わない特色ですね。法案の軍事立法としての基本的性格というのを明確に出しているのは刑事法だけですね。私も、まあ、この起草は斉藤豊さん、まあ、私の同志ですけども、彼が起草してそれにて書かれたりしてやったんですけども、基本的認識は今回の秘密保護法として秘密保護法というのは、軍事立法であるという基本認識です。まあ、まさに国会審議が国家安全保障会議の審議とは合わせてやられるということに、もうすでにその意図は明確になっているわけですけれども、そもそもが軍機保護法、戦前の軍機保護法と性格を一にするものであって、これを、まあ、もちろんプライバシー侵害だとか、報道の自由侵害、これも非常に深刻な問題ではあるんですけども、その基本性格というものをきちっと踏まえた上で、そもそもこういう法律を作っていいのかという議論をしなきゃいかんだろうというのが、まあ、刑事法研究者の声明の基本的趣旨です。まあ、その意味では、まあ、刑事法を超えてというか、軍機保護法などのもたらした結果といいますか、それの与えた影響、戦前、さらにはその戦後になってもその影響の大きさを考えていくと、まあ、そこで有罪なり逮捕されとした人たちの運命、まあ、というのが、まあ、現在までも非常に続いているという状況の中で、同様の保護法、秘密保護法制というのが出来上がるということに対して非常な危惧を、まあ、従来から感じていたわけですけれども、今回の法案に強く危惧するという、まあのが刑事法関係者です。まあ、この声明の中にも書いてありますけれども、刑事法の領域では刑法改正問題で機密保護法、機密探知法、探知罪ですね、機密探知罪というのを設ける設けないで大変な議論をして、結局設けさせないということで刑事法研究者が反対し、まあ、もちろん弁護士会なども合わせて反対して、なんとか草案の中にはそこは出さなかったという経緯があります。まあ、その延長上にある意味で今回の法案が出されてきたということで、まあ、刑事法研究者としては絶対反対しなきゃならないという思いが強くあったわけですね。で、多少閣下訴訟の感を否めないというか感じていたのは、報道の自由、表現の自由、まあ、ここだけに焦点が当たって、その国家機密、特に軍事機密、ね、の保護である、でそれがどういう方向に行くか、いわば憲法9条の先駆け、まあ、準備をする法案だという性格について、必ずそういう形での位置づけの議論が十分でないというのが、まあ、各家総用の間で、むしろ、刑事法研究者としてはある意味では専門領域を超えた形での声明を出すということになっております。まあ、もちろん刑事法研究者の中でもこういうところまで出していくことについてのそこまで言う必要はないんじゃないかという意見もあります。そういう人でもしかしこの意見、声明には賛同してくれておりますけども、まあ、いろいろ多少のニュアンスはあるんですけども、基本的に、まあ、刑法改正問題などの中で、示され、また
その戦前の軍国主義下の中でいろいろ苦しい思いをした人たちの、まあ、研究をしている人間としては、やはりこういう法案を認めてはいかんというのが、まあ、基本性格としてのこの法案に対する位置づけですね、になっています。で、まあ、刑事法研究者、まあ、刑事法の研究者、刑法だけではなくて刑事訴訟法を合わせて、まあ、犯罪学と合わせた刑事法グローバルの形での研究者としての声明になっておりますけれども、今回の法案も、まあ、刑法的な問題と刑事訴訟法的な問題からそれの与える、まあ、刑罰等の執行の問題、というような形で刑事法がグローバルに問題になるというので、まあ、広く刑事法研究者に呼びかけて声明をまとめたわけです。で、現在、このお配りした9ページ一番最後のところに呼びかけ人賛同者の総数は123名となっておりますけれども、現在時点では129名ということで、まあ少し増えました。まだ増えると思いますけども、まあ、それぐらいの人数が今声明に賛同をしてくれております。で、今回の法案の中で、まあ、刑事法に関わっては、ともかく、処罰をするという形になっているので、漏らしたら処罰をする、その情報を取得した者が漏らしても処罰するということで、非常に広範囲に処罰範囲が渡っているということで、しかもその処罰の対象というのが、必ずしも明確ではないと、まあ、テロと防衛秘密、まあ、4項目挙げられているんですが、その中で特定有害活動というのは何だかよくわからんと、一応定義はありますけども、その中でその最終的な使命は、国民の国家の安全でしたか、国民の生活に脅威を及ぼすと、影響を及ぼす恐れがあるものということになっている。これは非常に広く網がかかることになっている。まあ、そういう意味で、まあ、極めて、広い範囲、曖昧な形で処罰範囲が広がっている。さらに、独立罪ですね。で、現に漏らす行為をしたということで処罰するのではなくして、まだ漏らさなくても共謀をすれば処罰する、共謀、それから教唆幇助、これも独立教唆幇助です。実行、現に漏らすという実行行為がなくても処罰するというものですから、これ、こういう共謀あるいは独立教唆幇助というものに対しては、実は破防法の時に、大変な議論になり、まあ、問題にしたんですね。憲法学者および刑事法学者が国会において、東大の現役の教授連中が頑張ったんですが、まあ、結局は破防法でそこは制定されたんですけども、それが当時の状況だったんですけど、現在残念ながらそこに対する問題意識が薄い、ね、現役教授の中でそういう意識を持っている人が少なくなったというのか、少なくとも意識は持っていても表明しないという状況が、まあ、これは研究者のサイドとしては大変憂うべき事態になっておりますけども、この共謀と共謀扇動教唆幇助、これが処罰されるというのは、処罰範囲が極めて広くなるですね、いわば無限定に広くなるということになるので、これは許されるということになります。で、さらにその無限定さが単に、その処罰という刑法の領域だけではなくて、手続き的な問題と絡みまして、現在スノーデンの情報の関係で、外国における、盗聴の問題が問題になっておりますが、日本にも協力要請があったと
しかしそれは異常捜査のための盗聴しか認められたのにしているので断ったというようなことが報道として本当に断ったんだろうかと、前つまり思うところがあるんだけども、それも秘密でしょうね。特定秘密かどうか出さないんだろうけども、防衛秘密に関してはそう毅然たる態度が取れるとは思えないですけども、いずれにしても一応法律上は捜査のための盗聴しか認められていないんですが、その捜査のための盗聴の盗聴法も広げるというので現在審議が行われて、議論が行われて広げる方向になっているということを合わせて考えますと、防衛秘密とですね、有害活動というようなところでの、これ捜査でしかも研究等をすること自体が、引っかかるという形になるので、研究をしているかどうか、その共謀状態はどうなんだというのは盗聴しなきゃわからんだろうという話になり、おそらくそこに、捜査名目をつけても盗聴という手段が活用される形をになるだろうと。ということで、そういう意味で刑事手続き的にも大変に問題があるということで、時間になるので、この辺で。お願いをしたのはですね、退席なさる方がおられるのでという趣旨なんで、先生の発言を抑圧するというのがあります。皆先生、ご退席の前に、ぜひご発言をお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました国際キリスト教大学の稲葉崎と申します。私は呼びかけ人の先生方から反対声明が回ってきましてですね、直ちに賛同いたしました。私は東京に出て、若い頃ですね、地方大学におりまして、1980年代ですけど、国家機密法というのがございます。でその際には大変な問題になりましてですね、私ども、岩手大学と地方大学におったんですけども、大学を挙げてですね、反対声明をして、国民の皆さんの大きな声もあってですね、それを葬り去っていくことができましたけれども、今回のこの秘密保護法案、特定秘密保護法案につきましてですね、これを拝見して、私はその日本国憲法のですね、よって立つ、村井先生のお話もございましたけど、基本的なその3つの原則をことごとく踏みにじるですね、前代未聞の、法案だというふうに思っています。でこのような法案がその出てきた背景、時代背景がやはり今あるかと思いますけれども、その法案をその例えばその古い話で恐縮ですけれども、警察官職務執行法というのが改正されたときにですね、デートもできない警職法、皆さんご存知のキャッチコピーが生まれました。で、そして葬り去っていくことができましたけれども、今回この法案をですね、どのようなその15日というお話をいただきましたけれども、この中でですね、大きな声を上げていくのかということが問題だろうというふうに思っております。平成の治安維持法というふうに書いている方もいますけど、私は言語を使いませんので、21世紀のですね、治安維持法というふうに言ったらいいのか分かりません。で、簡単に一に申し上げたいと思いますけれども、今回法案を読みましてですね、第1条を読みました。でいろいろ書いてありますけれども、ここにですね、最後のところに我が国と国民の安全の確保に資することを目的としているというふうに言っていますね。しかし後から先生方の方からお話があると思いますけれども、国家の安全と国民の安全保障というのはやはり違うわけでありましてですね、国民一人一人の安全を確保してですね、行く方向ではなくて、いわばその国家の側が一方的にこれが秘密であると、でそのこれが秘密であるというふうに指定したものがですね、30年間もですね、闇に閉ざされていて、何が秘密であるかということも明らかにされない。でそのようなことですから、国家の一方的なその都合によって秘密指定をして、その国民の目からですね、知るべき情報を取得する携帯の保護であるということでですね、ぜひこの法案についてですね、大きな声を上げていかなければならないというふうに思っております。
私はこの法案が出る前に憲法研究者がいろいろ最近忙しくなりまして、いろんなところでですね声明等を挙げておりますけども、生活保護の問題しかり TPP の問題しかりですけども、一点だけ申し上げますと、最後の方にですね別表がついておりまして、外交に関する事項というのがあります。これは読んでいただければ分かりますけれども、今その TPP で日本の国益が損なわれるような政治決定、そこに加わっていくときにどういうものになっているのかということについても一切知らされない、当該担当者も知らないという状況の中でですね、このようなものが入って いきますとですね、全てその、して形式的に秘密として指定されていけば、これがそのまま言っていくというような状況になっていくかと思います。マスコミ関係者の報道の自由、表現の自由、取材の自由、これだけが当面制限されるように書かれておりますけれども、しかし当然その現在のマスコミ状況を考えていきますとですね、それによって大きなその萎縮的な効果も出ていくでしょうし、それからもう一つですね、私がこれを読んで非常にびっくりいたしましたのは、適正評価という名前は適正になっておりますけれども、これはその一人一人のですね関係者、業者、その家族の全てのいわば思想や、その考え方や生活を洗いざらいチェックしてですね、そこで、縛りをかけていくというような、現在の憲法が予定しているところとはおよそその真逆の正反対のところに位置している、こういうことが見受けられまして、ぜひ私もですねこれに加わらせていただきたいという思いで賛同いたしました。ちょっと短くでありますけど、以上のところでございます。ありがとうございました。海部先生も12時15分までなので、ちょっとその前に憲法の方簡単にですね、どんな取り組みだったかということだけ私の方でご紹介をし、それで次に海部先生の方に言うことにしたいと思います。憲法の方のですね、声明は裏表で、清水先生に印刷をしていただいてですね、呼びかけ人、それから賛同人も全部含めまして、この1枚の紙で収められております。憲法の方はですね、何人かというか清水さん先生とか話してですね、声明ぐらい何とかしましょうよというようなことを話してる時に、ちょうど同じぐらいのタイミングで山内先生の方がですね、こんな状況なのに憲法学者がですね、何も出さないというのはいかがなものかという趣旨の話を別の先生を経由して、世話人の宇崎先生、ですが今日来られなかったんですけれども、それでとにかくどれだけやれるかはともして憲法の立場からその声明の準備をしようで、しかも事柄は、ね、憲法だけの問題ということではなくて、私自身も憲法を専攻すると同時にメディア法とか情報法のことについても勉強しているものですので、メディア法や情報法の立場から見てもですね、こういう提案というのがですね、やはり批判的に吟味をして取り組まなければいけない課題がある、しかも憲法が掲げる理念と、メディア法、情報法の研究者、重なるところが多いわけですね。ですので、せっかくですので、憲法だけではなくてメディア法の研究者も一緒に共同して声明作りに取り掛かろうと、そういうことになった次第です。あとメディア法の立場からは服部先生にもお話を伺いたいというふうに思います。それで趣旨はですね、非常に読んでいただくとすぐ分かるのではないかというふうに勝手に思ってるんですが、すなわち先ほどの稲先生におっしゃる通りですね、憲法を一番こう支えてる骨組みですね、骨格、学者的には基本原理というような言い方しますけれども、それは基本的人権の保障であり、さらに国民主権、民主主義、であり、でさらには日本の平和主義、この3つですよね。いろんな意見はあるかもしれませんけれども、今の日本憲法を支えているのはまさにこの原理であることは間違いない。
で、この3つの原理に照らしてこの法案は一体いかなるものかと、まあ、そういう視点で声明を、組もうというそういうことにしました。で、詳細はですね、読んでいただく、あるいはこれから皆さんのお話の通りですけど、まあ、取材報道の自由、さらにはそれが目指さなければいけない国民の知る権利、まあ、そういう、極めて重要な基本的人権、だけではなくて、それもすごく大事なんですけれども、先ほどの適正評価制度の話もありましたように、そのプライバシーの問題、これも極めて重大な問題を提起をしているわけですし、それからさらに、まあ、処罰の不明確性、適正手続き違反、まあ、これも刑事法の原理であると同時に憲法を、極めて重要な原理原則になるんですね、まあ、こういうさまざまなその人権を根本から侵害する提案であると、さらに、まあ、国民主権というのは、まあ、早い話、ある人々がそのこの国の政治の在り方を決めるときに元になっている情報をですね、入手できなくてね、いいも悪いもないわけですよね、だから国民主権が本当に健全に機能するためには、国民に、大事な情報を、提供されて、でそれを元にして国民が自由活発な議論をする、これ当たり前の話ですよね。その当たり前の部分を、行政の責任者が一元的に、行政だけの一存でもってね、国家秘密、特許秘密を指定をしてね、閉ざしていると、まあ、民主主義の国の基本的な土台そのものを掘り崩すような提案だということで、まあ、その原理にも、反すると。でさらには、まあ、我々の国の憲法は9条を持つそういう憲法なわけですよね、そうだとすれば無前提に軍事秘密防衛秘密をね、あ結構でございますというわけにはいかないわけで、それ自体が、まあ、吟味の対象にされるべきなのに、まあ、今回の提案のねかなり重要な部分、防衛の秘密、それを前提にして、国家の秘密とすると、こういう特定秘密とするという提案ですから、それ自体が非常に問題なわけですね。でしかも現代の民主主義国家はね、防衛軍事はみんな秘密ですよなんていうことを取ってる国はないわけですよね。軍事防衛であったとしてもできる限りこれは、秘密は必要最小限にしてですね、基本は軍事防衛秘密であっても国民が十分に知る機会を提供され、そして国民がそれについて自由な批判や議論する、まあ、それにも触れるだろうということで、一番最後にありますようにですね、法案は基本的人権の保障、国民主権、平和主義という憲法の基本原理をことごとく踏みにじり、傷つける危険性の高い提案に他ならない、こういうところで、この声明の位置づけておるわけです。現在までのところ24人呼びかけ人がいるわけですが、それに応じて118名の憲法メディア法の研究者が賛同員という形で応じていただきました。142名です。でこれは全部全ての人に送ってこういう結果ということではなくて、まさにこれ我々手作業でですね、それぞれ知ってる方に、呼びかけて、取り組んだということなので、まあ、その意味では呼びかけた人ほとんど いりませんという人はいないので、多くの人たちが受け止めていただいて、こういう声明に名を連ねてもらったというふうなことだと思います。加藤先生、入る前に刑事法研究者 この声明の呼びかけ人に名前を連れさせていただきました。一弁連の前事務総長というような物々しい肩書で載っておりますが、弁護士の海戸と申します。まあ、私はもうこの間、原発に関する情報がですね、確認されるのではないかという、まあ、そういう趣旨、それから、この法律は戦争の準備のための法案だ、まあ、平和主義に反するという観点、そして、国民が情報を知ることができなくなると、その、基
本的に主権者としてですね、民主主義的な政治上の判断ができなくなる、そういう観点でこの法案に反対する、講演を、おそらく週に2、3回やってるというような状態で、一生懸命市民運動を起こすために今頑張っているところです。ただ今日は刑事法研究者のに付け加えていただいたということなので、この声明の中でですね、私が読んで、これは今までの私の講演の中で落ちていた視点で、これから非常に強く言わなければいけないなと思っている点が2点ありますので、そのことを申し上げたいと思います。この要旨の方の2ページと3ページなんですけれども、国会にですね、情報を出すときに、その秘密会を開いてということは、これは日弁でも最近強く言っていて、そのことを書いていただいているんですが、それの続きで書かれている部分で、その刑事裁判へ証拠として特定秘密を提供すると、これが公益上の必要による特定秘密の提供で行われるだろうと。これから先が問題ですが、刑事裁判に関与する検察官、裁判官、弁護士は罰則の対象となり得ると。それで、我々としては証拠開示せよ、そしてその何が秘密なのか明らかにしろということで、弁護人としてやることになると思うんですが、その僕が仮に弁護人として、こんなくだらないことが秘密になってたんだということを社会に向かって言いたいと思って言ったら、その場で捕まるんだなということがよくわかります。要するに、弁護活動自身がですね、後ろ手に縛られて、猿靴をかまされているような状態で、刑事弁護をやらなければいけなくなるんだなということが、よくわかります。でもし仮にですね、この裁判上の手続きでこの特定秘密を明らかにできなかった場合に、弁護人が独自に特別秘密にアクセスしようとしたときにどうなるかということが3ページに書いてあって、この場合も弁護人の活動は特定秘密の取得行為、あるいは共謀罪、独立教唆、扇動罪、未遂罪に当たるとして処罰される可能性があると書かれています。私などは、原子力に関する秘密を明らかにしろということでですね、数限りない法的闘争を挑んで、実際に内部告発をたくさん受けてですね、内部告発情報を記者会見して発表したりとか、そういうことが、私どもの原発訴訟の弁護活動だったわけですが、そういうことをやることそのものがですね、原子力に関すること、基地に関することでもいいんですが、重大な秘密が隠されているならどうか明らかにしてくださいなんてことを集会で言うことそのものがですね、弁護人が法律上のお願いしているつもりで言ったのが扇動罪になるというようなことになるのではないかなと。そしてその次に書いてあることですが、現在法制審議会の新時代の刑事司法特別部会で通信傍受の拡大と室内盗聴の増設が進められている。これ本当に強く反対しなければいけないんですけれども、仮にですね、秘密保全法で共謀罪の部分が制定された、でこの共謀罪の捜査のためにはですね、やっぱり盗聴するしかないでしょうと、でそういうことを喋ってる人のところに盗聴器仕掛けるしかないでしょうと、こういう話に絶対なると思うんですね。うちの法律事務所も真っ先にやられるかもしれない。そういう事態がですね、もうひたひたとこう、押し寄せてきているのだなと、このまさしくですね、原発訴訟をやっていたり、秘密を漏らしたということで逮捕された人の弁護をする弁護人、そういう弁護士もですね、この法律のターゲットになっているのだなということが、この声明を読ませていただいて、私はジャーナリストと市民運動家を狙っている法律だというふうにこれまで思って、そういうことを訴え続けてきたんですが、それを弁護する弁護人もですね、危ないんだということをですね、元日弁連事務総長としてもですね、強く申し上げたいということで、遅れてきて本当に申し訳ないんですけれども、ちょっと次の用があるのでここで失礼いたしますけれども、短い時間でしたけれども、報告に時間いただいてありがとうございました。以上です。ありがとうございました、それでは憲法の方からということで、山内先生よろしくお願いします。山内と申します。憲法をずっと研究してまいりました。その立場から今回の法案に対しては反対しなければいけないということで、呼びかけ人、それから世話人をさせていただいております。で、憲法の立場から何故にこの、法案に反対するのかということにつきましてはですね、もう先ほどの田島さんのこの声明についての解説と、それから稲さんのお話で尽きてるんだろうと思うんですね。で、憲法の3つの基本原理
基本的人権、それから国民主権、平和主義、その3つのいずれとも真っ向からやはり衝突する、そういった法案であって、したがってそのような法案を今の憲法の下でですね、認めることは到底できないということだろうと思うわけでございます。で、まあ、先ほどの刑事法の声明との絡みで、まあ、村井先生が、まあ、この法案の基本は軍事立法だということを言われたわけでございます。で、私も全くその通りだろうと思うわけです。で、まあ、その観点からすればですね、これは憲法の平和主義に、真っ向から抵触するものだというふうに思います。で、まあ、ただ同時に、まあ、先ほど来出てますけれども、この法案がいわば特定秘密とすることができる対象、4つの対象の中にはですね、まあ、狭い意味における軍事立法、軍事秘密に限定されない、まあ、安全保障という大変広範かつ漠然としたものがですね、そこに含まれている。で、まあ、安全保障という言葉はですね、これはまあ、国家の安全保障、国民の安全保障という、まあ、捉え方もありますし、さらには例えば1994年の国連開発計画が、まあ、人間の安全保障ということを言ったときには、食の安全保障とか経済の安全保障とか、まあ、そういったものも安全保障の概念の中に含まれるわけでありまして、で、まあ、TPP に関して現在でもすでに、この交渉の内幕は秘密にされているわけでありますけれども、それ以上に広範な秘密のベールが特定秘密という形でもってかけられてしまうだろうということでございます。で、それからさらにこの有害活動とかテロ活動との絡みで言えば、警察関係の情報が基本的に重要な情報はこれによって特定秘密とされてしまう。で、警察関係の情報が特定秘密にされてしまうということは、先ほど海藤先生がおっしゃったわけですけれども、市民のさまざまな活動なり生活といったものがですね、警察のいわば取り締まりの対象になるとするならば、そのこと自体が特定秘密になってしまうという、そういう大変重大な問題があるわけでして、市民生活とダイレクトに言えば抵触すると、市民生活の自由とダイレクトに抵触する側面といったものをですね、これは持っている。ですから一人軍事だけではないということをですね、ぜひマスメディアの人たちにはですね、ご注意と申しますか、お知らせいただいた上でですね、そのようなもろもろの情報についてマスメディアが自分たちのいわば活動、報道取材の活動ができなくなってくる、まあ、ですからこれは言ってみればマスメディアの人たちの手足をもぎ取るような法案であるということをですね、ぜひご確認いただいて、マスメディアの方々がもろ手を挙げてこの法案にやっぱり反対していただかないと、将来に大変重大な禍根を残すことになるということを申し上げたいと思うわけです。で、まあ、すでに、国家公務員法であるとか自衛隊法等において一定の秘密についてはその保護規定があるわけですね。で、それに加えてこのような重罰を課するような立法をする基本的ないわば立法事実と申しますかの理由っていうのは私はないいうふうに言って、よろしいかと思うわけです。で、にもかかわらずこのような法案が現在出されている背景には、政府のやはり、かっこつきの安全保障政策の推進との絡みがあるわけでございます。で、例えば集団自衛権の行使、の問題がすでに浮上をしているわけでございますが、私はこれは集団的自衛権の行使を容認する議論とこの秘密保護法案というのは実質的な改憲のための車の両輪としての役割を果たしていると、あるいはさらに言うならば、集団的自衛権の行使を国民の知れないうちに秘密裏にこれをいわば容易ならしめるために
このような秘密保護法制が必要になっているんだというふうにすら言って差し支えないんだろうと思うわけであります。でここでいわば防衛秘密という形でもって秘密にされる中には、自衛隊あるいは日米安保関係のほとんど全ての基本的に重要な情報っていうのは特定秘密っていう形でもって秘密にされる。で果たして政府が集団的自衛権の行使の研究をしているか、あるいはそれに着手しているかどうか、で現実にそれをアメリカと一体になった形でもって行っているかどうかということについて主権者としての国民は当然に知る権利があるはずでありますけれども、この法案が通ったならばそういったことは知らないままに事実だけがいわば集団自衛権の行使という形でもって進行してしまう、既成事実が作られてしまう。で戦前の大本営発表と、これは本当に同じような事態になりかねないと思います。でそのような特定秘密の指定についてのチェック機関というのが十分な形で存在しているかといえば、国会はそれについての十分なチェック機能というものを果たすような法案の内容にはなっておりません。まあ、時間の関係で詳細は省略いたしますけれども、まあ、私は仮に一定の秘密が必要だとするならば、それについては最終的には国権の最高機関である国会こそがそれをチェックするということが日本国憲法のいわば議会制民主主義の立場からすれば重要なんだと、必要なんだと。ところがこの法案ではですね、まあ、日弁連の会長声明にもありますように、一行政機関の長が国会よりも上に置かれている。議員証言法ではまだ内閣という言葉が出てくるわけですが、内閣声明っていうのがあるんですけど、これは一行政機関の長が、つまり防衛省長官、防衛省防衛大臣なり外務大臣の方が国会よりも上にあって、そしてこれは特定秘密にするかどうかということを判断するという、そのシステムに、法制上なっているわけです。ですからこういったいわばチェックが全くなされてないような、このような法案についてはやっぱり私たちは憲法の趣旨からしても反対せざるを得ない。さらに裁判所との関連で言えば、インカメラの制度も保障も全くないということで、どこからのいわばチェック機能も働かないような、このような法案というものはですね、私たちはどうしても認めるわけにはいかないだろうというふうに思っております。ちょっと長くなりましたけれども、以上と思います。ありがとうございます。年の上の順ということではないんですが、まあそうは言いつつですね、日本社会のいい部分でもありますし、ということで新倉先生、よろしくお願いします。すごい年寄りに扱いされてますけど、ね、まあ私はみんな、まあ、言うんで、まあ、別に喋ることないんですけれど、まあ、この間ここに来てですね、大阪で九条世界会議やった後でですね、まあ、教学省何やってんだみたいな話で、まあ、着々と声明を準備しますということで、まあ、私の言ったことは嘘じゃないということが証明されて、また嘘でもないし秘密でもなかったということが分かってですね、まあ、反省してますけれど、私はやっぱりこれはですね、まあ、軍事的性格が非常に強いということと、やっぱりそのスノーデンの事件でですね、アメリカは要するに情報を集めて、まあ、いろんなことで世界をこう操作しているのがですね、まあ、バレバレになりつつあるところですね、まあ、日本がまたそれにあれですよね、まあ、アメリカに成り代わろうというつもりはあんまりないかもしれませんけれど、まあ、とにかくアメリカと不調を合わせてですね、やっぱりその情報を取得して国民を操ってですね、テロ組織からも国民の安全を守りますと言いながら、一体何から守っているのかよくわからないようなですね、社会を作ろうとしているという非常に恐ろしいんで、まあ、これはありてに言えばやっぱりその麻生副総理は正しかったと言いますよね。まあ、こっそりとやっぱりですね、憲法を改正しちゃうという手口はまさにこれじゃないかと。要するに秘密を作ればですね、これは国会もこうそこに審議はできないわけですし、裁判官も手は出せないわけですし、ましてそのマスコミもダメですし、まあ、もっと言えば一回のその刑法研究者が何も言えなくなっちゃうわけで、これまさにその非常に巧みに作られたその受験法ですよね。だから国民主権はなくなるし、平和主義はなくなるし、その人権もなくなると。
だこういう受験法をですね、国会がですね、本当に短い審議でですね、無駄ありませんというような結論を出すんだったら、もうそれだけそのこの人たちは国会議員の資格をないんじゃないかっていう感じは私はしますね。国会自身もですね、非常に変なその投票制度とか選挙制度ですね、カツカツのまあ合憲というか、まあ、ありといえば違憲なんですけれど、違憲の人たちがですね、その違憲の状態を解消する前にですね、こういう違憲の法律を作っていいのかってですね、それは違憲というダジャレになるわけですけれど本当にね、これ私ダジャレ嫌いなんですけどね、ちょっとふざけすぎじゃないかなっていう感じはしますね。だ本当にこういう受験法をこう認めるということはもう国家100円刑をですね損なうと、まあ、いいんじゃないかなというふうに、まあ、ということでお時間もよろしいようなんで服部先生早く渡さないといけないな。ありがとうございます。はい、少し年寄りの服部です。立教大学でマスコミ法というかメディア法を教えています。それで学生諸君と最近ずっと話してて、この話ばっかりをするんですけども、僕らは60歳住んだおじさんにはもう関係なくて、若い君ら20代の君らが永遠にこれから背負っていくんだよってこと言っても、それがどうしたっていうような顔してるんです。300人の顔を見ると相当落ち込むんですね。それは別に立教大学だけじゃなくて、田島先生が今休み中なんで立教上智で教えても同じような雰囲気があります。そういう意味では若い人たちの受け入れ方かなんかっていう問題、無関心っていう問題、どうするかっていう問題がこの問題にもあるだろうと思うんです。それでちょっと3つだけ話しようと思うんですが、85年の時の国家秘密法の時の反対は日本マスコミ学会、その当時は日本新聞学会って言ってたと思うんですけども、反対運動も正面来てできずに、なんかこう陰でこそこそと署名運動をしながら出していって、まあ、他の団体の圧力もあってああいう形になったわけですけども、今やその日本マスコミ学会でその雰囲気すらないような感じになってきているというのがまず一つあります。で、二つ目にその新聞報道っていうんですかね、テレビ報道も含めてこの間の報道の仕方が極めて遅かったっていうんですかね、すごく遅いし、さらには朝日新聞がその知る権利と報道の自由が盛り込まれるからいい本になるんだみたいな、なんか政治部主導の記事が出て、後ろには社会部主導の記事が出て、もうそれぞれの報道機関が政治部と社会部とのこう対立がいつでも起きる、 ETV2001 の住民や問題で起きたようなことがとも起きてるみたいで、さらにこれは如実になっていると思うんですね。それで3つ目に、そのメディアが対権力の問題でこう報道する際に、今こそ頑張る時だと思うんですね。今こそこの法に引っかかるような報道をどんどんしていく、つまりオスプレイの問題とかもうたくさん転がってるわけですよ。じゃあその時に思い出すのが、そのイージス艦の内部のそういう使用をですね、あるメディアがすっぱ抜いたんですね。でそれですっぱ抜いた本人をよく知ってるんで、その彼と今日は飲もうということで新橋から飲み始めて横浜まで飲み続けたんですが、その時にずっとついてくる黒服の3人がずっとついてくるんですね。でその飲み始めた時に、これは防衛庁の職員で、まあ、先生はどうせブラックリストの時はいいよねっていうような感じで飲み続けて、結構スリリングな飲み会だったんですけども、今度はその前にもそのことすらできなくなるようなね、社会にこうなってるんですね。そうなってくると、結局メディアがどこまで頑張れるかっていうのがね、今僕は試されてるんだろうと思います。それで1959年、60年の安保の時ですね、日米安保の条約をめぐる時に、新聞各紙はですね、国会議員全員がどういう立場を取ったかっていう一覧表を載せてこうですね、総括安保道、原敏夫さんがまとめた総括安保道にも資料として載ってますけれども、それこそ今こそすごく重要なことじゃないかっていうんで、共同通信のインタビューみたいに、そこだけは消さないでねっていう形で、国会議員一人一人がどう思ってるのかということをチェックするっていうことが大事で、そして神奈川新聞は早速それをやってました。どう思ってるのか、地元選出、つまりそういうことがもうこれからなんていうんですか、法を犯せとは言うんですけど、ギリギリのことをやることが僕はメディアに求められてるし、我々がそこのことをある意味ではそそのかさなきゃいけないなと思っています。ありがとうございました。久住野先生、よろしくお願いします。一橋大学の久住野と申します。私は刑事法の研究者の声明について2点お話をしたいと思います。第1点は声明の中にございますが、戦争には秘密と嘘が多い、
まさにそのような中でこの法案が出てきたということを明記しないといけないというふうに思います。で第2に先ほど村井先生の方からご指摘がありましたように集団的安全保障体制下での軍事立法としての基本的性格がそうであるからこそ刑事法的な問題も生じているんだと思います。第一に非常に曖昧不明確な処罰範囲を設定しております。それは必然的に処罰の広がりをもたらしますし先ほどご指摘されたになった共謀罪や独立共産扇動などの処罰に広がっていきます。で第三にその犯罪処罰の適正さを吟味する刑事手続き自体がですね、にこう崩されていく刑事手続き自体の適正さを害す内容となっている。それもその軍事立法的な性格に最優先されるべき課題というと目されるんですね。そこを最優先する軍事立法的な性格の表れなのではないかというふうに考えております。以上です。ありがとうございました。憲法の立場から青井先生それから清水先生順次、よろしくお願いします。衆院大学の青井でございます。私の憲法学専攻しておりまして今先生方触れられたことに基本的に、全く賛同して反対の立場なんですけれどもそこに触れられていなかったところを中心に2点ほどお話し申し上げたいと思います。第1点目といたしまして2プラス2ジーソミアの国内法化であるというところはやはりこれは抑えなくてはいけないポイントであるとこれまで日米安保条約というものが2プラス2という国民の目からすると全くよくわからないものによって実質的な変貌を遂げてきていると。で2プラス2で出される共同文書についてあまり知らないというかほとんどの方は知らない。でそのような文書の中で実質的には日米同盟という言葉が使われるようにもなりまたジーソミアというのは軍事情報包括保護協定軍事情報の包括的な保護に関する協定を結ぶということが明らかにされ実際のところ結ばれた。でこれ2007年の時点だったわけですがそこにすでに適正評価等々のことも書いてありで今回 の法律法案によってそれが具体化するこのような我々国民の側からするとですね分かりにくい見えにくいところで変わっていくことのおかしさということでこのようなことが安全保障政策を変えていっているというおかしさもう一度ここで立ち止まって考えなくてはいけないと考えております。でそこで立ち戻る先はどこかと言いますと第2点目に移りましてもともと自衛隊法が作られた時に9条があるのに自衛隊法どうして違憲ではないのかいろいろな知恵が絞られたわけですけれども一つですね例えばいわゆる敵前逃亡ということを考えましたときに他の諸外国においては銃殺であるとしかしながら我が国においては懲役7年以下であるということになった落ち着いた。で他の国と違いまして非常にそのなんて軍法がないということで自衛隊法の中で罰則9か条しかございません。でこの9か条は他の国に比べるともちろん少ないわけですがただ国家公務員に比べて多いわけです。で国家公務員は3か条しかないわけで秘密の漏洩について1年です懲役1年以下ということです。ただやはりここの1年というのと7年と13年というのは全然違うわけで、まあ、ギリギリのところでですねやはりこう市民法というものを中心にやっていこうとそういう試みがなされてきていたはずであります。でこのようなことをもう一度立ち返るべきでありその市民法秩序の中にどうにかして埋め込もうとしてきたことがもうそこがその時点で、破綻を迎えようとしている非常に危機的な状況にあると私は認識しております。以上でございます。こんにちは。日本体育大学で憲法を教えている清水と申します。で今回 の憲法メディア法の研究者の声明の方の、まあ、呼びかけ人兼、世話人を務めておりましてで、まあ、昨夜世話人私の方で世話人の集約をして今朝大学で、まあ、今日印刷してきたんですけれども、
先ほども話がありましたが、刑事法の声明と比べて非常にこうシンプルで表一枚で